こんにちは、速稼塾の久保です。皆さんはね、欲望の塊っていう番組ご存知ですかね。これはですね、ホストの方を20名ほど集めて、まあ実際は16名ほどだったらしいんですけども、150万円ずつ出させて、で、最終的に優勝者にはですね、まあ2000万円と言われているランボルギーニが商品で当たるという、そういう企画だったんですよね。まあ、それで番組の中で、ホストさんたちがね、みんなで一生懸命、ホスト業界を盛り上げるために、自分たちのお店を盛り上げるために、まあいろいろと、ゲームに講じたわけなんですけども、結果的に1年経っても優勝者にランボルギーニが渡されていなくって、まあ要求を出すとね、いろんな形でごまかして、もう梨のつぶてだったということなんですよ。で、その事件がどういう収束を迎えたかと言いますと、担当の方がですね、自殺してしまったということなんですよ。で、遺書もありまして、ご迷惑をおかけしました、などと書かれていたようなんですよね。まあ、これに対して、東京 MX テレビからまだね、としたアナウンスはないわけなんですけども、まあ、一層頃にはですね、まあ、ネットの人が叩きすぎたんではないかって声もあるわけですよ。例えばこの MX テレビに対して、N国との立花隆さんは、訴訟を起こすために、ホスト、被害者とされるホストの方の、まあ、ご連絡お待ちしますみたいな動画を上げたんですよね。それも一部批判の対象になっているとは思うんですけども、ただここでやっぱり我々が間違えちゃいけないのは、番組を作った人に、そういうふうなね、非があったとしても、それを取りまとめる上層部というか、やっぱりね、上司に最終的な責任が帰するべきだと思うんですよ。この件で言ったら、東京 MX テレビですよね。東京 MX テレビがこの件をまとめずに責任逃れをしてるから、これ制作会社が勝手にやったことだからってね、もしかして言ってるんだとしたら、MX テレビの看板でね、その信用で番組を作った制作会社とか担当者の方は、まあ、ホストにも言い訳がつかないと。うん、で、すがるべき MX テレビも助けてくれないってことで、もうね、完全に孤独になってしまって、しかも訴訟も起きるとかね。なんかネットで叩かれるとか、ホストさんはどんどん電話してくるってことで、本当にね、やりきれなくなっちゃったんだと思うんですよ。本当に私はいつも思うんですけども、何のための責任者なのかなとかね、何のための上層部なのかな、何のための幹部なのか、何のための代表なのかってことを考えたら、一番やばい時に、やっぱ隠れるんではなくて、前に出て行ってね、やっぱり自分たち、はしたのものを守ってあげる、その責任があるんではないかと思うんですよ。だから今回ね、東京 MX テレビが、まあ誰が責任者かわかりませんけどもね、で、ひどいことをするなぁと思うばかりですよね。やっぱり自分の責任で番組を使わした以上、まあ、最後まできっちりね、ケツを持ってあげて、ランボルギーニが渡されてないってことでしたら、その番組の中でね、何があったかにしても最終的な責任は MX テレビが取ってあげればよかったんじゃないかなというふうに思いますよね。まあどちらにしてもこうやってお亡くなりになった方も戻りませんしね。まあこんなね、テレビ番組作るとか作らないとか、2000万円ごときのことで、まあごときって言ったらまたね、お亡くなりになった方の気持ち、ちょっと害することになるかもしれませんけども、こんなことでね、やっぱりね、追い詰められて、死を選んでしまうような人をね、これ以上作ってほしくないなと思うところでございます。そして同時にですね、テレビメディアがかなり苦境に立たされているんではないかなと思います。芸能人で数字が取れる方はどんどん YouTube に流れていく。そして YouTube の方が芸能人の方はものすごくね、自分たちのギャラが高いということに気づいて、今までどんだけテレビに面倒をかけられたのか、搾取されてきたのか。そしてこれから、若手の、こうね、芸能界を目指す人がどれだけ搾取されて超ブラックな環境に置かれるのかってことをこれで、知らしめることになると思うんですよ。で、これからますますテレビってのは数字が取りにくくなってきて、数字を取るためにこういう風な番組、欲望の塊とは言いませんけどもね、派手な番組を作ること、もしかしたら YouTube が初期やってたようなね、ああいう派手なやつとかびっくり系とか脅かし系とかね、ああいうものを今度はテレビがやらざるを得なくなってくるのかなと、もう本当めちゃくちゃになってくるんじゃないかなと思うわけなんですよね。テレビの業界っていうのは本当にこれで YouTube と入れ替わってしまうんじゃないかなというふうに思いますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。本当に今回の件はね、寒々しいことだなと思いますよね。またホストのイメージもまた悪くなることを懸念します。やっぱりね、ある意味厳しい業界だと思うんですよ。ホストクラブとか芸能人、タレント、テレビ局ってのも。厳しい業界だからこそ、追い落とすようなことをするんではなくて、やっぱり力なき者を守るようなね、そういうふうな強者がいるような世界であってほしいかなと思います。弱いものを食って、生き残っていくのが強者ではなくてね、そういう弱肉強食ではなくて、やっぱ弱者を守れる力量があるから、強者なんだろうなというふうに私もね、自分のことをこう振り返ってみようかなと思います。それでは今日もありがとうございました。